や、このニュースめっちゃ腹立つわ。もこちゃんもイラつくでしょ。別に。え？だって興味ないもん。じゃああの芸能ニュースは？事務所が芸人さんにパワハラしてたんだよ。いや別に。え？私たち芸人じゃないじゃん。あの凶悪事件はめっちゃかわいそうじゃない？うん、だけど私関係ないからな。自分と関係ないことまでイライラしたり悲しんでたら疲れるでしょ。ほらヤフーニュースでイライラの元なんて探してないで猫でも撫でなよ。まあそうだな。コンビニ寄ってっていい？うん。あ、459円になります。はい、チャーミプリン高えな。ありがとうございました。あれ？お、どうしたの？スプーンとおしぼりが入ってない。え、ありえなくない？あの店員に文句言いに行こう。ちょっと待って。うん？ここで怒っても疲れるだけだし互いにいい気分にならない。それに店員がバカの場合逆ギレされる可能性もあるし。ここは。すみません、あのスプーン入ってなかったので一ついただけませんか？はい、ありがとうございます。はいじゃねえよクソが。もう来ねえ。ほとんどの物事は怒った方がめんどくさい。モコは声を上げて怒ったりすることないの？あんまりないね。じゃあ内心怒っていることは？そりゃもちろんあるよ。なんで怒らないの？だって声張り上げて怒るのって恥ずかしくない？そう？あれ見て。ん？おい、なんださっきの挨拶こら。すいません。すみませんで済んだら警察いらねえぞこら。すいません、すいません。すいませんじゃなくてすみませんな。すいません、すいません。お前小学生から国語勉強し直せやこら。すいません、すいません。人が怒ってるのって滑稽じゃん。確かにちょっと笑える。もし大統領とか会社の社長が声張り上げて怒ってたら幻滅しちゃうし誰も寄ってこなくなるんじゃないかな。だからああなりたくないなって。なるほど、深いなモコ。今日一緒にゲームしてこうよ。うん、いいよ。うん、クソ、仲間が足引っ張ってる。ああもう前見えない見えない、邪魔だっつうの。ああ負けた。こいつら先輩だ。マジ抜けろよ。イライラするな。ん？アスカ怒りすぎだって。でもこいつらのせいで負けたんじゃん。こいつらに1ミリも期待しちゃダメだよ。嫌なら黙って去ってブロックしちゃえばいいんだよ。そうすればもう一生会わなくて済むし。なるほど、冷たいなモコ。モコ、ん？今日一緒に夕飯食べてかない？え、いいの？うん、いただきます。ほら、いっぱい食べてね。コロッケ美味しいよ。うん、美味しいでしょ。はい、ご飯。うん。おい、ん？なんで米がびちゃびちゃなんだよ。え、モコ？なんで米がすでにおじやみたいになってんのかって聞いてんだよ。そこ水の量いつも大体だから。でも柔らかいお米も美味しくない？お前今すぐ農家と炊飯器メーカーに詫び入れてこい。米の育成と炊飯器の開発にかかった全ての時間を無駄にして申し訳ありませんでしたって詫び入れてこい。そんなに怒らなくても。米がびちゃびちゃなのだけは無理。ごめんモコちゃん。授業は終わり。また来てね。